はいどうもカオスマイスターと申します。本日はねポケットモンスタースカーレットバイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手はラティスさん。ラティスさんのパーティーはなんだこのパーティー、めちゃくちゃ俺のことをはめようとしてきてるやん。ムーマ、ディンルークレセリア、ルチャブル、メタモン、なんだっけ、ドヒドイデ。これな、俺がゴリッゴリのアタッカーできたらなんかなんだろう、変なメタモンとかいうやつでパクられて、なんかルチャブルではめ殺されるっていう、なんか究極のゴミクズパターンが見えるから、これもいつものファイヤーフォーメーションでいったらやられるような気がするんで、もう逆でいきますわ。この逆選出でいきます。はい、これはきついですよ。うん、あえての逆選出っていうのありますからね。はいはい、ラティスさん対戦よろしくお願いします。これ相手何やってくかわかんねえよマジで。トンパチだわ、トンパチ。メタモンから来るガッサーはい、これはもうね、マッパマッパでいきましょうか。メタモンなんだろうね、マッパで。はい、こいつバカじゃねえかな。じゃあもう一回マッパで。キノコ胞子しか出せ、あ、こだわってんだね。何がやりてん、ちょっと待って、なんか深読め、あ、モノマネとかあるとかないよね、マッパで。何やってんだよ相手、これ素人か、ど素人か。これこのまま俺がサンタとしてはなんだこの試合、筆頭の試合のルチャブル、これ黒い眼差しとかやってくるパターンなのかな。黒い眼差しとかやってくるパターン、ちょっとドラパルトに下げますわ。身代わりも怖いんで。はい、ゴミ切断。ゴミクズですね相手。こういう輩がいるんですよポケモンの世界には。ほんとマジゴミクズのようなね。うん、これはひどいわ。なんだこの試合、これはもうひどい。これちょっともう一試合ですね。これはひどすぎる。これはマジでほんとひどいですね。コスチューム問題よりひどいですよこれ。沼田がベンチプレス60キロ手伝ってやってて、なんかベンチプレスで筋肉痛になって泣きべそをかくぐらいひどいですね。で、朝倉未来に憧れてるんだっつって一番最初にやったことはサングラスを買うっていう、それぐらいひどい話です今の試合は。ダメだな。さあ次は西高さんね、ランキング10、西高さんとマッチングしました。西高さんのパーティーは、うわ、なんだっけこれ、これね、ゾロアークなんですよ一番上。新しい世界のゾロアーク、ミミッキュー、サーフ号、羽ばたく神、ファイヤー、あとは海流、ファイヤー絶対ゾロワークいそうだけどね。ゾロワークってノーマルゴーストなんですよ。厳しい、これ超厳しい。ただドラパルトがすごい刺さってるっていう話もあるんですよ。なのでここは、うわどうしよう、ドラパルト出して、だけどいきなり、あ、でもゴーストきついな。いやもう羽ばたく神、コータス、
とどろく月。いや順番はこれでいいや。もうファイヤーフォーメーションでいきます。はい、これちゃんと選出できてんのかな結構厳しいですね。さあまあ最悪一番上からそのフォーメーションでいくんで、さあ西高さん対戦よろしくお願いします。気持ちの悪い色違いのエーフィーのトレーナーカードでしたね。さあミニケー、これは本物でもゾロアークでもどっちでもいい。それを見破るためにトンボ返り。はい、さあどっちだ。あ本物だ。これは逆にいいですね。これはもうファイヤーフォーメーションでいきます。コータスではい、相手が攻撃してくれば攻撃してきたらいいよ。剣の前、オッケー。はい、じゃあ普通に相手殴ってくると思うんでステルスロックで、まあ何でもいいですね。さあドレインパンチ、ドレインパンチって何？気合のたすきとかある？え、気合のたすきとかあんのかな？考えすぎ？ちょっと怖いね。でも轟月出します。アイテムがわからん。ファイヤーいるかな。ちょっ とアイアンヘッドで。うわ気合のたすき耳っけだ。はあ久々に見た。ウルトラサンムーンの後期じゃねえか。オッケー、ひるんだ、最強結局これなんですわ。影打ち、はい、切ってくる。アイアンヘッド。さあ急所は関係ないですね。こんなところで急所引くなっていう感じなんですけど、さあはい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 、相手何出してくんだろう。羽ばたく神、羽ばたく神か。これはもうあの轟く月を捨てたらどうなんのかっていうことですよね。捨てちゃダメかな。いや捨てなきゃ無理だわ。どっちにしろ無理だわ。捨てます。パワージェム甘えてきたな。コータスにバックするって読んだんだけど、それは問屋が下ろさないと。オッケー、もうこれ絶対勝ち。相手が深読みしてくれた、ありがとう。素直に殴るべきでしたね。もうこれは絶対勝った。さあ海流もういいな。別にな、アイアンヘッドはアイアンヘッドでいいような気がする。竜の舞とか積んでくる。ああテラスを切ってくるはい、まあノーマル、新速ノーマルね、いいでしょう。新速、はい、打ち分けできんのかどうかっていう問題あるよね。コータス、あくびでしょうね。
あ、内訳できないのか。はい、じゃあもうこれは地割れ連発でいいや。新速 OKOK。 ラム飲みかどうかですよ。あ、寝た。ああ、ラム飲みじゃない。相手も次一旦寝てるんで、最速起きしない。これ負け筋はね、テラスを切ることですね。なのでムーンフォース、ムーンフォースでいきますわ。グーグー眠っている。もちろんまあ新速ですよね。こっちの方がスバイス絶対早いんで。はい、あ、これはもう勝ちましたね。コウさん対戦ありがとうございました。いやー、これはね、いい試合ではなかったですけど、ワンサイドゲームでしたけど、最初のミミッキューのバゲの皮を外してアイアンヘッドでひるましたところが勝利の鍵、勝因でしたね。で、相手がパワージェムをやってきた。あ、こっちのコータス交換、交換を呼んで読む力を発動したけど、やっぱそこがカオスマイスターがこう無理やり力で持っていったような試合でしたね。さあ、あ、やべ、ランクバトルで、あ、マスターランク昇格ですね。22,874。これからちょっとどんどん順位を上げていきたいと思います。はい、それではね、西高さんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、トップバリュー、グリーンティー緑茶国産の茶葉使用2リットルを飲みたいと思います。いただきます。あー、うまいわ。あー、うまい。以上、カオスマイスターでした。シェリー商事くたばれ、バーイ。12分20